イントオブデューアフタートーク。はい、ポイントオブデューアフタートーク、9月11日の放送が終了しました。はい、今週はそうですね、私久々にビル・エヴァンスが、なんか皆さんにも聞いてもらいたくなったので、ビル・エヴァンスの Here's That Rainy Day という雨にとても似合う曲があるので、はい、はい、秋っぽかったな。うん、そうね、で、今日は1曲目そちらをかけて、はい、で、あとはね、アルバムもうそろそろリリース日が近づいてきましたけど、はい、今週は5曲目のハッピーマンデーを今紹介しました。はい、はい、この曲結構ね、デモの時から大変身した感じで、本当私が自分の中の頭になってるのをさらになんか優がこれもあれも付け足してくれたから、だいぶ遊びましたね、化けたって感じでそれがすごい雰囲気にも合ってて、なんか良かったなってすごい思うんですけど、本当に、まあ、原型は昔からあったけど、なんかこう形に今しようみたいな時期がなかなか来なくて、でちょうど、去年このアルバム作るってなってギター始めたら、あ、これやみたいな感じになって作り始めたんですけど、なんかね、このサビの部分の歌詞、つまらない月曜日なんか嫌だって、どんな甘いお菓子とかくれたって、どんないいことなんかご褒美くれたって、私はなんか嫌みたいな、嫌なんだってそうそう、だからなんかね、すごい楽しい毎日を送りたいっていう、そういうすごい気持ち、そこの部分だけもうガチって固まってて、そこしかなかったんですよね、初めから。でも、多分この曲で一番言いたいことは多分やっぱこれだなと思って、その前後を後から考えたんですけど、でもなんかやっぱり本当に月曜日が来るときに、あ、また月曜日が来た、頑張ろうって思えるような楽しい毎日が送れたら理想だなと思って、でもなんかそこに至るまでにやっぱり嫌なことたくさん経験したから、本当に自分がしたいことが分かったっていう、なんか過程ってなんか大なり小なり皆さんあると思うんですよね、だからなんかその嫌だなって今思ってる人がいたら、なんか別にそれ全然悪いことじゃなくて、なんで嫌なんだろうっていうのを掘り下げてったら、なんか実はこんなことしたかったとか、本当はこういう風にしたいとか、なんか本当の自分の気持ちにこう気づくチャンスが、そのね、ドヨーンってした感じ、がくれてるメッセージなのかもしれないなと思ったら、なんかそんな悪くないかもと思って、で、なんかそうやって掘り起こして、自分の本当にこうしたい、こう生きたいみたいな気持ちになんか気づけるきっかけを、なんかこの曲からちょっとでもなんか感じてもらえたらいいなと思って、この曲を作ったんですけど、ね、なかなかちょっといつもそういう風にはいられないからね、なんかそう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 何でもかんでも嫌みたいな風にね、できないからなかなか言えないけど、ね、でもこうしたいって、なんか自分の心の底で自分が知ってあげることってすごい大事やん。そういいんじゃないですか、なんか ね、そういうたまにそういう、まあ、子供帰りみたいなぐらいの感じ、この曲はなんかそんな感じがすごいして、私の聞いた印象は、まあ、子供帰りした、まあ、いやー床でジタバタジタバタみたいないやいやキーみたいな、なんかでもそれぐらい素直というか、いつもできない分なのかとはだとは思うんだけど、ね、そういうでも、いやって言える言うって、でもなんかそれがパンってきっかけになって、大丈夫みたいな、もうちょっと楽しいことしよっかみたいな、なんかそういう周りも気づいてくれるだろうし、そうですよね、すごい楽しいですよね、なんかね、それぞれの楽しい月曜日の迎え方っていうかね、楽しい生き方っていうのがきっとみんなそれぞれにあると思うんで、なんかそんなのをね、考えるきっかけだったり感じてもらえたらいいなっていうふうに思っています。はい、ね、残すところ曲もあと2曲紹介して全部終わりかな。
そうですね、うん、全曲で7曲入りのアルバムになりましたので、はい、9月21日、はいはい、リリースです。現在 DUE のオフィシャルウェブショップ、私たちの DUE のホームページの方からアクセスできますが、そこで CD の方は予約販売、予約受付をしています、うん、あとは、ね、配信の方もしていこうと思っているので、この放送が、ね、してるする頃にはスタートしてるかしてないかぐらいの時だと思うんですけど、していたら下の方にリンク貼っておきますので、ぜひ、うん、聞いてみてください。というわけで、今週もありがとうございました。ありがとうございました。